ミツルギさん。銃弾、これが。ミツルギさん、そうですか。
れました。渚さんや文香さんは大丈夫でしょうか。私たちをこうやって心配しているかも。大丈夫です。蓋がはまっただけみたいです。
何でもないです。じゃないんですか？なんですよね、これ。殺す毒なんですよね。私も行きます。一人きりではどこにいても同じです。それより急ぎましょう、ミツルギさん。
こちらへ。ずっと続いています。大きな部屋にぶつかります。Thank you.
な、コップ…気のせい。これで死んだかしら。死んでるわね。
次はもっとうまくやらないといけないわね。剣さん、
事の手がかりになりそうなのはそれくらいですね。ありませんでした。きっと玲香さんが持っていったんじゃないかと思います。ずっと一人でいて、銃を手に入れた後に三剣さんと出会っていたら、私は三剣さんを撃とうとしたかもしれません。最初に三剣さんと出会えた幸運に感謝すべきかと思います。戦闘禁止エリアですって。
この中にいれば安全ってことです。そうみたいですね。場所で一人になったら、またおかしな仕掛けがあったりして、三つるぎさんと離れ離れになったりしたら、困るなって思って。
剣さん。どうやら話ができそうなタイプだったらしいな。気をつけろ少年、ここは戦闘禁止エリアだ。こんな場所に閉じ込められて焦る気持ちもわかるが、まずは落ち着け。俺は高山。すまない。驚かせるつもりはなかったんだが。お前たちがどんな人間か知りたかった。話ができそうにないなら隠れたままやり過ごすつもりだった。そういうことになる。ここで話をするレベルでは問題ないと判断した。そういうことだ。お前たちだってここ以外で俺と出会っていたら逃げ出したんじゃないか。俺もさすがにお前たちと一緒に行動する気までは起こらん。お互い様だな、これは。
単刀直入に言おう。ジョーカーを持っていたら渡してもらいたい。ジョーカーですか？何かに使うのでしょうか？そうだお嬢さん、俺の首輪を外すのに必要でな。自分の一台だけです。そうか、それは残念だ。では次だ。そうだ、もう一つ提案がある。ああ、明日6階でもう一度会えないだろうか。そうだ、これは保険なんだが、お互いの首輪がそのタイミングで外れていない場合もあると思う。その時に互いの手持ちの PDA や道具を交換し合えれば、場合によっては首輪が外れるかもしれないだろう。
よし、なら合流地点はここだ。ここが6階の戦闘禁止エリアだ。PDA に追加したソフトに地図を拡張するものがあってな。俺がここに隠れていたのもこの地図のおかげだ。集合はゲーム終了まで残り2時間になったらでいいか。ついでだ、他の戦闘禁止エリアも教えてやろう。ああ、代わりにこちらも教えてほしいことがある。それはもちろん教えてほしいが、最初に聞きたいのは別のことだ。少年、君の名前は？しました。